装備するしかないっしょ。やっと見つけた。どうもピーチスと申します。ようこそアンダーテイルというゲームへ。こちら本日も実況いたしますが、前回はメタトンを瞬殺してしまうというところで終わりました。あ、そうだ、ここ左行けんのかな。こうエレベーター、エレベーターは動いていない。まずは右から行かないといけないみたいですね、今回も。なるほどなるほど、メタトン瞬殺ということでね、私最強になってしまったんじゃないですか、この世界で。まあ今までね、あのアンダインが一番強かったかな。おそらくニューホームですが、住民のほとんどが避難してしまっているんじゃないですかね。まあ、音楽は前もなかったか、でもここは。はい。おっ！ここの音楽も。おお、ゆっくりだな。じゃあここセーブしましょうか。はい、ニューホーム。あ、異次元ボックスがある。そっかそっかそっか。アルフィーさんに電話を改造してもらってないんで、異次元ボックスをリモート操作できないんですよね。ですね、これ使うと。まあ、こんだけ持ってりゃ、こんだけ持ってりゃね、大丈夫なんじゃないですかね。そうそう、ここね、いろいろ調べていこうか、せっかくだから。金色の花だ。ガーデニングの道具のようだ。使えそうなものはない。どうした？赤字になってるぞ。燃えさしはまだ暖かい。読書にぴったりの椅子だ。誰かが使っている形跡はない。同じところもありますが、あ、出てくんのか、フラウィー。ハロー、ピーチス、やっと戻ってきてくれたんだね。戻ってきた。覚えてる？昔よくここで一緒に遊んだよね。そういうことか。え、最初に落ちた人間がピーチスだったんですよね、あの前回の平和なエンディングを見た時には。今私はピーチスとしてここに戻ってきたってことなのか、これ。嬉しいな。久しぶりにまた楽しく遊べそうだ。遊んでやろうか、久しぶりによ。何して遊ぼうかね。え、ゴミ箱だ。くしゃくしゃの紙くずがたくさん入っている。全部バタースコッチパイのレシピだ。変わりませんね。コンロだ。鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。これは庭に行く鍵ですね。これはもう読んだ。え？どういうことですか？なんて書いてあったっけ前。書き置き。ハロー。食べたいものがあったらどうぞご自由に。いいの？いいんですか？カタツムリの入った容器がたくさん並んでいる。蓋を開けた形跡はない。チョコレートはない。チョコレートはないですよ。この赤字がどんな意味をしているのか。あ、そう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 。フラウィ。庭で目覚めた時のこと今でもよく覚えてるよ。すごく怖かった。手も足も感覚がなくて、僕の体は花の姿になってしまってたんだ。父さん、母さん、誰かっていくら叫んでも。最初フラウィの時はアズリエルの意識だったんだ。どんどんおかしくなってったのか。誰も来なかった。まあね、うまく体、喉を使えなかったんじゃないですか、初めての花の体なんで。はいはいはい、どんどんいろんなことを教えてくれ。ホコリまみれのおもちゃだ。興味はないぜ。ここ通れないのか。このプレゼント開けようか。箱の中にハートのロケットが入っている。どうする？ちょっと待って、アイテムいっぱいだわ。はい、預ける。このプレゼントの中身を。ハートのロケットが入っている。これはもう必要アイテムですよ。強い防具ですよね。はい。箱の中にナイフがある。ナイフ？どうする？拾う。え？え、な、え、本物のナイフだっけこれ。箱の中に古びたダガーが入っている。あれ？ロケットはあったよな、前から。え、なかったっけ？え、ディフェンス99もありませんでしたよね。確か10ちょっとみたいな感じだったと思うんですけれども。え、待って、そんで本物のナイフって何？武器めっちゃ強い。ようやく見つけた。あのトリエルの遺跡で見つけられなかった本物のナイフをようやく見つけた。装備するしかないっしょ。やっと見つけた。
で焦げたフライパンにも特殊効果があるんで、これはちょっと取っときたいですね。ロケット取り戻した。全部持ってたものなのか私が。うん。写真を見て黙っている。これは自分が描いたピーチスなんだな。今回自分たちの服だ。やつのベッドだ、アズリエルの。なるほど、主人公が違うんだ今回。金色の花だ。同じ目線でやってましたけれども、そういうことか。改装中、鍵がありますね。はい。そのまま庭で泣いてたら、やっと王様が見つけてくれたんだ。王様見つけてくれた。え、じゃあ王様がフラウィーがアズリエルってこと知ってるんじゃないですか。だから何が起きたか説明した。そしたらね、ピーチス、王様は僕を抱きしめてくれたよ。目に涙を浮かべてさ、よしよし、もう大丈夫だよって。王様はとても悲しそうだった。え？息子が生きて帰ってきたんじゃないですか、でも。だけどどういうわけか、僕は何にも感じなかったんだ。もう魂がなくなってるっていうことを知ってたのか、王様は。そうなのかな。鍵を拾って携帯のキーホルダーに取り付けた。うん。さあ、アズゴアの部屋です。すべてのページに同じことしか書いてない。いい日だみたいなこと書いてあるんじゃなかったっけ。ただの椅子だ。キングサイズのベッドだ。マカロニを貼り付けて作った花の絵だ。パパキングへ。これこのリアクションってことは、パパキングへって書いたのはアズリエルか。使えそうなものはない。ははあのセーターがまだある。このセーターは私が、ピーチスが編んだってことかな。うん、トロフィーだ。お花すりすりコンテストね。なるほどなるほど、ちょっといろんな部分が変わってますね。これは自分、ピーチスだ。そっか、遺跡の段階でもこれは自分、ピーチスだって言ってましたもんね。もうその段階で主人公は違うわけか。そういうことか。ロックは外れた。じゃあ進んでいこう。ここに来た日だ。最初のオープニングは1980年だっけ、 1900XX 年だっけ、なんだっけ。僕は誰と接しても心が動かなくなってた。思いやりの気持ちが消えちゃったんだ。いろいろ頑張ってはみたよ。あのバカな王様と来る日も来る日も何か感じようと努力してみた。努力はしたけどできなかったと。でもそのうち耐えられなくなって僕は家を出た。そして遺跡にたどり着いて、そこであのおばさんを見つけたんだ。お母さんだよな、トリエル。この人ならきっと僕の心を取り戻してくれるって思った。でもダメだった。もう魂そのものがないんですからね。え、取り戻せないのか。でも努力して。はい、あの二人は役立たずだったのさ。そう気づいて僕は本当にがっかりしたよ。僕は誰かを愛したかっただけ。誰かのことを大切に思いたかっただけ。ピーチス、君は信じてくれないかもしれないけど、これじゃあもう生きている意味なんてないなって思ったんだ。じゃあこの場で殺してやろうか。愛のない世界なんて、君のいない世界なんて意味がない。だからね、僕も君の真似をすることにしたんだ。真似？極悪非道をするってことですかね。自分の存在を消してしまうことにした。そして僕はそれを実際にやってのけたんだよ。自分の存在を消す、どういうことだ。邪悪をね、煮詰めたようなやつなんで。はい。あなた食べ物のアレルギーはない？え、何それ。え、どうしてって。特に深い意味はない。どういうこと、どういうこと、何それ。あ、ちょ、どういうことですか先生、それ聞かれたっけ前。え、ああ、覚えてる覚えてる。父さんにバタースコッチパイを作ってあげようとした時のことでしょ。レシピに
バターカップ1って書いバターカップ1って書いてあったから、バターカップっていう花を摘んできて入れたら毒があったんだよね。そうそう、それで父さんめちゃくちゃ具合が悪くなっちゃってさ。あ、でも地底にあったのか、バターカップは。もともとすっごい反省したよ。母さんもカンカンだったし、君みたいに笑い飛ばせればよかったんだけど。その話がどうかした？え？カメラオフに？うん、わかった。なんで？ここからオフレコですみたいな？はい。ねえ、ピーチス、やっぱりやりたくないよ。何をやるんですか？え？泣いてないって。もう子供じゃないんだ。泣くわけないだろ？うん、そうだよね。まさか！君を疑うわけないじゃないか。うん。僕たちは強いんだ。みんなを自由にするんだ。協力して、この地底を解放しようとしてたんだ。僕はあの花を摘んでくる。まだ来るか？まだ教えてくれる。なのに、この世に別れを告げようとした瞬間、突然不安がこみ上げてきた。不安っていうのは、感情じゃないですか？魂が戻ったのか？魂を持たない存在は死ぬとどうなるんだろうって。うん、その時僕の中で本能のような何かが暴れ出した。やだ、僕は死にたくないって。やめろ、死にたくない、死にたく。そかそか、これは感情じゃなくて本能って言いたいのか。なるほど、でも私感情だと思いますけれどもね。うん。そして目が覚めた。何もかも悪い夢だったみたいに。僕は元の庭にいた。自分のセーブポイントに戻ってたんだ。ゲームオーバーになったらセーブポイントに戻るってことか。どういうことだ、魂がないと。え、どういうことなんだ。フラビーに何が起こってるんだ。そこで僕は実験をしてみることにした。何度も何度も自分を死ぬ直前まで追い込んでみた。なんだそのサイヤ人の修行みたいなことやってんだこいつは。そのまま世界から離脱してしまうことはいつでもできた。でも生きたいという決意さえ持っていれば、僕は何度でも復活できた。すごいだろ、ピーチスー。なんでそんな力があるんだこいつには。ナンバー7、モンスターの魂を入れる器が必要になる。生きたモンスターは他のモンスターの魂を取り込むことはできない。人間が別の人間の魂を取り込めないのと同じだ。それなら人間でもモンスターでもないものなら器になるかもしれない。ナンバー8、ちょ戻りましたね。候補を決めた。アズゴアにはまだ行ってない。驚かせたいから内緒にしておこう。お城の庭の真ん中にある特別なもの。一番最初に咲いた金色の花。外の世界から持ち込まれた花。あの花は女王がお城を出ていく直前に現れた。もしも魂を持たない者が生きる意志を手に入れたらどうなるのだろう。僕もすごいと思ったよ。私の他にフラビーもそういう力があると。うん。初めはこの力をいいことに使ったよ。みんなと友達になってみんなの悩みを完璧に解決してあげた。みんなと仲良くするのは愉快だったよ、初めのうちは。ね、私がそのみんなと友達になったエンディングを見た後に虐殺ルートみたいのに行くのと同じ感情が芽生えたってことか。だけど何度も繰り返してるうちに先が読めるようになってきた。これあげたらこいつはなんて言うかな。僕がこう言ったらこいつらはどうするかな。答えが分かってしまったらそれでおしまいさ。それ以上は何もない。確かにゲームの世界ってそういうもんですからね。すべては好奇心から始めたことだった。こいつらを殺してみたらどうなるんだろうってね。やりたくてやるわけじゃないんだって
自分に言い聞かせてたよ。わあ、それ私だ。これや今やってる私だ。それはもう辛いな本当に。確かめるために仕方なくやるんだってね。でもそんなのは言い訳さ。スカッとして気分がいいってこと、君は誰よりもよく知っているはずだ。ま、少なくとも自分でやらずに見ているだけのやつらよりはマシさ。皆さんのことじゃないですからね。それ皆さんのことじゃなくて、そういうなんかね、殺し屋を雇ってやらせるような金持ちのことですよ、きっと。うん。どうなるのか知りたいくせに自分ではできない情けない連中、今もきっとそんな奴らが僕たちを見てるんじゃないかな。皆さんのことじゃないですからね、何度も言いますが。ドキッとしちゃって今。それはね、最近じゃそれすらも退屈になってきたね。えピーチス、わかるかい？僕はこの世界の何もかもを知り尽くしてしまったんだ。すべての本を読んで、すべての本を燃やした。ミニゲームを全部クリアして、それも全部失敗もしてみた。みんなの願いを聞いて、そしてみんなを殺した。数字もセリフも見たことのないものは一つもない。だけど君は、君だけは違った。ピーチス、君の行動だけは全く読めなかった。まあ生きた人間ですからね、私は。はい。遺跡で君を見つけた時はまだ誰なのか気づいていなかったよ。だから脅して魂を取ってやろうと思ったんだ。でも失敗しちゃった。だからセーブファイルをロードしようとしたのにできなかった。上位互換、プレイヤーの上位互換が私なわけだ。冠を受け継いだってことですね、私が。ピーチス、君の決意はどういうわけか僕の決意よりも強いみたいだね。ピーチス、君に一つだけ聞きたいことがある。ここからどうやって遺跡に戻ったの？待って、こうじゃない？おばさんが出て行った時、亡骸を持って行ったんでしょう。どういうこと？おばさんが出て行った時、トリエルがニューホームから出て行った時、どこに持って行ったんだ？そしてお墓に埋めたんだ。だから君は地下室に閉じ込められたままにならずに済んだんだね。あ、え、今回の主人公は山から落ちてきたわけじゃないんだ。え、お墓から蘇って冒険をまた始めたみたいな。そっかそっか。え、それ前回見たエンディングの棺桶の包帯とつながるじゃないですか。なるほど。でもそれならどうして君は目を覚ましたの？僕の呼ぶ声が聞こえたとか？なるほど。ま、そんなことはどうでもいいさ。でもそう、となるとフリスクは関係ないか。フリスクは関係ないのか。え、ちょっとわかんない。ピーチス、僕はもううんざりなんだ。ん？誰に会っても、どこへ行っても退屈で仕方ない。これ以上花の姿でいることにも耐えられないよ。モニカちゃんみたいな感じ？ピーチス。でも、一つだけやっておきたいことがある。君と僕とで始めたことをきちんと終わらせよう。みんなを自由にするのさ。いや、もうみんな解放してきましたよ、私。やつらに思い知らせてやろうよ、人間の本性をさ。結局この世は殺すか殺されるかだってね。そうか、邪悪なルートだな。その後？そうだな、この力の使い道はいくつか考えてあったよ。でもここで君と会って気が変わった。ピーチス、
君がいてくれたら地上で平凡に暮らすっていうのも悪くなさそうだ。いや、ピーチスを手なずけるのは無理ですよ。多分死ぬは近くにいたら逃げた方がいい。逃げた方がいいよ、フラウィー。動かせる。それに今回はもう外へ調達しに行く必要もないしね。魂はもう6つ手に入ってる。王様がどこかに隠してるけどね。僕もあの手この手で隠し場所を聞き出そうとしたけど、あいつどうしても教えてくれないんだ。バリアのすぐ近くですよ。あの床からせり上がってくるんですよ。その床下に隠してあるんですよね、きっと。でもピーチス、君が頼めばきっと教えてくれるよ。うん、頼んでみようか。じゃあ実力行使でな。どうして君にこんなことを話すのかって？ピーチス、言ったじゃないか。あれから随分経ったけど、僕のことを本当に分かってくれるのは今でも君だけなんだよ。君は僕にくだらない同情なんてしないからね。超冷たいやつじゃん、ピーチス。私の人格が2つに分かれそうだわ、今。僕たちみたいな生き物は相手が邪魔になったらためらいなく殺せる。だからね。何なんだろう、この気持ち。この気持ちは何だろう。僕どうして震えてるのかな。ピーチスからの殺気に耐えられないんだな。あのさ、ピーチス、この前のこと怒ってないよね。ちょっと待ってよ。来るな。行くのか。私はこのままフラウィーを。やっぱり気が変わった。これはあんまりいいアイデアじゃなさそうだな。ピーチス、君は戻った方がいい。この世界は今のままでも全然悪くないよ。おい、その不気味な顔やめろって。笑えないよ。悪趣味だぞ。悪趣味な顔。顔めっちゃけなされたわ。帰ろ。お、別に戻っても何にも戻ってくれたみたいのないんで進みましょうか。じゃあエレベーターに乗って、はい、じゃあこっち行けばいいのか。あ、そっか、これあれか、サンズさんがこう、お前こんだけ頑張りましたみたいな総評言ってくれるところか。なるほど。まだサンズさん生きてたっけ。パピルスしかやってなかったと思いますんで、まだ生きてるか。おいおい、生きてる。久しぶりだな。すげえ久しぶり。よう、忙しそうで何よりだな。忙しいんだよ今。お花ちゃんをね、ちょっと追ってて、うん、お前に聞きたいことがある。何ですか。救いようのない悪党でも変われると思うか。救いようがないんだから変われないんじゃないですかね。努力さえすれば誰でもいい人になれると思うか。難しいんじゃないですか。もうよっぽどのやつは私みたいなな。まあいい、質問を変えよう。お前、最悪な目に遭わされたいか。どっちだ、最悪な目に遭うのは。それ以上近づくと心の底から後悔することになるぜ。お、近づいた。勝手に近づいた。仕方ないな。ごめんよ、おばさん。トリエルのことですね。守れないと。だから約束は嫌いなんだ。もう ピーチスを守るっていう約束をしてたんですよ、サンズさんは。お、戦う。え、ちょっと、アズゴアにやらせればいいじゃないですか。今日は素敵な日だ。アズゴアみたいなこと言ってる。花が咲いてる。小鳥たちもさえずってる。アズゴアじゃないのか、それ言うのは。こんな日にはお前みたいなやつは、ん？お、え？地獄で燃えてしまえばいい。これ生放送でなんかみんなが言ってたやつだ。アオーニ3の生放送してた時に。お、なに、おー、ちょ、バカじゃねえの、バカじゃねえ、なんだこれ。
いやしっかりできまいわ、しっかりできないわ。それおいてめえら、チャンネル登録を忘れんなよ。ほう。